こんにちは。今日は帽子パンを焼いてみたいと思います。ではまずホームベーカリーで生地をこねていきたいと思います。材料はこちら、強力粉 280g、 砂糖 20g、 塩 5g、 バター 20g、 牛乳 170ml、 バター水、そしてドライイースト 5g。ではパンケースから出して軽くガスを抜いて成形をしていきたいと思います。今回は帽子パン2種類作っていきたいと思います。まず2つに分け軽くまとめていきます。一次発酵は済んでいるんですが、結構まだ弾力がある生地なので、これでベンチタイムですね、15分置きます。はい、では15分経って、ちょっと扱いやすくなってる感じはありますが、まだ弾力はあります。これから、6等分ずつ12個に分けていきたいと思います。成形に入っていきます。左端からこうくるくると丸めていきます。表面が綺麗になるように、でまた次のを取ってくるくると順番に12個していきます。生地が乾かないように絶対濡れ布巾の下に入れるようにしてください。で次はこうやって、さらにこの丸い生地をこう少し広げて三つ折りにしてつまんでという作業をしていきます。手のひらの根元あたりでこうトントンと叩いて、奥から3つ、そしてそこをつまんで丸めていきます。トントントンと、で奥から3つをつまんで、しっかりつまんで、ここも粉つけすぎてるとつまめないので気をつけてください。これも順番に左からずっとしていきます。こんな感じで、はい、ではねじねじパンなんですが、成形していきたいと思います。まず真ん中からこう横に広げていって、ちょっとこれ1回目で失敗してるんですけど、もうほんと均等にまっすぐ同じ太さにした方がいいです。ではもう1回いきます。まっすぐ、なんか真ん中に厚みが残ってしまうと後で1個目みたいに端っこの輪になる部分が一番太くなってしまうので、まあそれも可愛いんですけど、こう一本長く同じ太さにした方が綺麗に仕上がると思います。ネジネジが完成したので、普通の丸いパンを成形していきます。最初にベンチタイムの前にしたのと同じ感じで、こう表面に張りを持たすようにしてください。二次発酵入る前がこれぐらいの間隔で置いてます。
は帽子パンの上の部分を作っていきます。バターちょっとレンジで柔らかくしている方が混ぜやすいです。バターに砂糖で、白っぽくなるまで混ぜたら卵を加えて混ぜて、でバニラエッセンス少々で薄力粉、すいません、本当は 2,3 回に分けて混ぜるみたいです。はい、二次発酵終わったらこれぐらいの感じに膨らんでます。結構大きくなるので、ほんと間隔をとって並べた方がいいです。こんな感じです。では冷蔵庫で冷やしてた、帽子パンの上の生地を絞り袋に入れていきます。私は絞りの口はつけずに普通に三角のビニールの中に入れて、先を切って絞るようにしています。キャラメルチップとチョコチップを帽子パンの上に乗せていきたいと思ってます。こんな感じでくるくると中央から巻いていくんですが、後で仕上がりをお見せするんですが、ちょっと量多かったみたいです。こんな感じですると焼き上がり横とくっついてしまいます。こちらも同様にちょっと多かったというか、このギザギザの幅をもう少し狭くした方が良かったなと思います。この時点で結構もうクリームが上に乗せてる生地が柔らかくなってきて、出過ぎてしまうので、冷蔵庫ではしっかり冷やしてる方が良さそうです。このチップもマシマシで乗せすぎました。はい、こんな感じで美味しそうです。帽子の形の方もこんな感じでくっついてますね、やっぱり横と。で仕上がりこんな感じなんですけど、もうちょっと焼いた方が、右端の帽子蜜とかすごく甘かった気がします。ちょっとこのオレンジっぽくなってるぐらいまで焼いた方がいい感じです。焼きたてはもう最高に美味しいんですけど、次の日になったらこの上のクリームの部分がすごくベタベタするので、ちょっと量を減らして間隔空けて、オレンジに焼き目がつくぐらいまで焼いた方が良さそうです。